突然ですが、ボクさんはムーンライターって言葉を知ってますか？突然ですね。月の光？仕事を掛け持ちしている人のことをムーンライターというんです。このゲームはダンジョンを攻略するアクション RPG みたいですけど、何の関係があるんですか？主人公はダンジョンに挑む冒険者ですが、本職はアイテム屋の店主。ダンジョンで入手したアイテムを売ってお金を稼いでいます。ほな、じゃんじゃん売って儲けまひょか。毎度お気に。ちょっと待って、アイテムには適正な価格があるので、お客さんの顔色を伺いながら値付けをすることが重要なポイント。あれ、怪しいお客さんがいますよ。あの人取るわよ、取るわよ。今取った。泥棒まで来るんですか？店長大変ですね。稼いだお金で自分のお店や村を発展させていきましょう。村にお店が増えることで装備を充実させられるので、冒険者としても成長していきます。二足のわらじも頑張り次第ですよ。うわ、なんかすごくパワーアップしてる。ムーンライター天使と勇者の冒険はこの冬配信です。